漂白職員の大西です。トライよろしくね。私はこちらで、壊れた建物を修理したり新しい建物を作ったりする仕事をしています。こちらの明治古都館も今は修理をするための準備を進めています。こちらは明治28年1895年に作られた建物です。125年前ですね。すごく古いですね。向かって左側にいるのがビスカスマというお名前の像です。両手にのみと土を持っています。火を掘る道具ですね。これは工芸とか彫刻の神様と呼ばれています。右側の女性が義芸天というお名前です。両手に筆と、巻物を持っています。こちらは芸術の神様と呼ばれています。ここにはね、正面入り口の両側に建物がそれぞれあった時代があったんだよ。南側の建物はチケット売り場、あと靴を脱ぐ場所がありますね。そうです。南側に、北側にも同じ建物があったんですけど、そちらはお土産物を売ってる場所でした。お楽しみに。